こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、我が心のクラブの一つバイエルンミュンヘンがなんとナポリに所属しておりますビクター・オシムヘンの獲得に本腰を入れ始めたという報道が出ましたので、この件に関してお話をしていきたいなと思います。では早速始めていきます。まず今回の移籍報道に触れていく前に、ビクター・オシムヘンを軽く紹介させていただきます。ビクター・オシムヘン、ナイジェリア国籍のナイジェリア代表の選手でございます。ポジションはセンターフォワードを担っており、右利きの24歳の選手でございます。所属するナポリとは契約を2025年の6月まで契約を結んでおりまして、代理人はロベルト・カレンダが務めております。今シーズンリーグ戦セリエ A では、私がラジオ収録している時点までになるんですけれども、23試合出ておりまして21得点5アシスト、チャンピオンズリーグでは5試合4得点、非常に素晴らしい活躍をしております。彼のキャリア、彼の経歴軽く紹介していきます。ボルスブルグでプロ契約を結びまして、その後シャルルロアにローン移籍します。その後一度ボルスブルグに戻るんですけれども、出番がなくですね、フランスのリールへと移籍することになります。ここが転機ですね。リールで素晴らしい活躍をしまして、マンチェスターユナイテッドやチェルシーなど、多くのビッグクラブからオファーが来るんですけれども、彼自身がですね、しっかりと試合に出れる環境を選ぶ、そういった目標を持ったがためにナポリと契約することになりました。加入当初はですね、非常にスピードがあって、フィジカルももちろんあるんですけれども、非常に直線的な動きの多いセンターフォワードという印象だったんですけれども、加入してですね、1年2年と、月日が経っていくごとにですね、ポストプレーもそうですし、動きの質、特にオフザボールでの駆け引きのところなどがですね、ぐんぐんぐんと成長していきまして、どんな形でも点が取れるセンターフォワードに成長し、多くのビッグクラブが興味を示すスーパースターへと成長を遂げました。そういった中でマンチェスターユナイテッド、チェルシー、パリサンジェルマンなど、非常にお金を持っているクラブからですね、オファーを受けていたオシムヘンなんですけれども、直近の報道でなんとバイエルンミュンヘンが興味を示しているという報道が出ました。しかもですね、スカイのフロリアン・プレッテンベルグという、記者のですね、ツイッターでつぶやかれたんですけれども、夏での加入にゴーサインがすでに出ているというふうに、ツイッターでつぶやかれていまして、彼はですね、スカイの人物ですし、スカイというメディアはですね、非常に信憑性の高いメディアですので、交渉が行われているというふうにつぶやかれた段階で、私としてもちょっと親っていうふうには思ったんですけれども、彼がですね、本当についもう10分ぐらい前かな、僕がこのラジオを収録しようと決めたタイミングでちょっとツイッターを見ていた時に、そういったね、ツイートを見かけて、マジかというところでも本当に驚いてるんですけれども、間違いなく言えるのは、彼が加入した場合バイエルミュンヘンの得点力は間違いなくアップしますし、バイエルのサッカーにもフィットしてくれるタレントであろうなというところは、誰もが想像しやすい、非常に万能性の高い選手なのではないかなと。ただここで一つ気になる点があるんですよね。それはハリー・ケインはどうしたんだっていうことなんですけれども、もともとバイエルミュンヘンはセンターフォワードのポジションを間違いなく求めてました。シュポモティングと契約延長してくれたことは本当に嬉しい出来事だったんですけれども、シュポモティングも年齢を重ねておりますし、センターフォワードの軸として、これから先任せていくことを、できないわけではないんですけれども、よりこう信頼できる、未来を考えられる、センターフォワードをどうしてもやっぱりバイエルンとしては求めていたと。特に世界最高質の、得点力を持ったセンターフォワードを求めていたので、ハリー・ケインの名前が一番最初に上がっていたんですよね。ただケインに関しては、僕も報道が出た時にできればもちろん取ってほしいと。やっぱりセンターフォワードのポジションに絶対的な信頼を受けるセンターフォワードやっぱり欲しいですから、取れるのであればぜひ取ってほしいし、ハリー・ケインはやっぱり器用だし、味方を生かすのも非常にうまいし、よりこう組織的な
サッカーでなおかつ攻撃的なフットボールに入った場合、どういった化学変化を出してくれるのが彼の個性っていうのをどれだけバイエルンに生かしてくれるのかっていうところで、まあ、私松としても、まあ、加入してくれるならもう是が非でもね、取ってほしいと思ってたし来てほしいと思っていた、まあ、タレントなんですけれども、なかなかやっぱり話も進まなかったし、まあ、ケインサイドがですねやっぱりプレミアリーグでプレーしたいっていう気持ちが、まあ、相当強いのか、まあ、バイエルンの報道ももちろん出てますけれども、マンチェスターユナイテッドへの、まあ、移籍が基本的にはほぼメインになりつつあるような状況になってきていると。なのでバイエルンからすると、まあ、それだけやっぱり我々のオファーを、まあ、渋ってまでやっぱりプレミアリーグでプレーしたい、なおかつまあ金額も高くて、まあ、年齢も30歳近くなってきている選手であるっていうことを考えた時に、もしかしたらバイエルンサイドがもうケインではなくてビクター・オシムヘンに完全にシフトを変えて彼を本腰でまあ取りに行こうと、まあ、したのではないかなとは思います。もちろんこれはあくまでフロント主導で動いている場合の話です。監督が最近ナーゲルスマンからトーマス・トゥヘルに変わりましたよね。なのでナーゲルスマンが戦うやり方だったら権威を求めていたのかもしれないし、トーマス・トゥヘル体制になってまだ日は浅いですけれども、トゥヘルがもしかしたらケインではなくてオシムヘンを欲しいと言ったのかもしれないので、オシムヘンに変えたのかもしれないし、まあ、ここに関してはどっちが正解なのかは正直分かりません。ただ間違いなく一つ言えることはセンターフォワードを求めていることは間違いないということですね。そして、まあ、ケインから、まあ、今回完全にほぼオシムヘンにシフトしたと考えていいと思うんですけれども、もちろんバイエルンからすると是が非でも欲しいタレントの一人ではあるので全力で取りに行くと思います。ただ、まあ、バイエルンのサポーターの方々はご存知の通り、我々のクラブは非常に健全経営です。必ず黒字で行ってます。経営の部分、補強の部分もそうですけれども、できるだけやっぱりバランスよくチームを運営していくことが、まあ、このチームのプライドでもあるし、その中で戦い抜いていくことこそが、我々のクラブなので、当然オシムヘンの獲得で200億とか210億とか、まあ、それぐらいの金額を求められた場合、我々としてはもう手が出せません。ですので彼の獲得に関してはもちろんナポリの会長でありますディ・ラウレンティスとのまあ交渉になってくるとは思うんですけれども、まあ、最低100億以上は必ずかかってくると。これは間違いなくかかります。だ金額が、まあ、交渉によって当然変動はしていくとは思うんですけれども、できるだけ、まあ、バイエルンとしての、まあ、プライド、ブランド、そして自分たちのチームに来ればこういったサッカーでこういったところを目指して戦っていくよっていう風な、まあ、プロジェクトをしっかりと提示することで、まあ、オシムヘンの勧誘をうまくすることができるかもしれないし、まあ、今回のメディアの報道によれば、まあ、オシムヘン一度ブンデスリーガでね、まあ、ボルスブルグでプレーしてますから、まあ、一度は失敗しましたけれども、次は王者のクラブで、ブンデスリーガでプレーすることに非常に前向きだっていう風に報道もされていますので、まあ、それがもし真実なのであれば我々としてはもうぜひ、来てくださいと、まあ、非常にウェルカムな状態で、まあ、彼を迎え入れたいなというふうに思います。なので我々サポーターとしてもバイエルンとしても来てくれる分にはもちろん迷いはないんですけれども、まあ、金額の部分とあとはトーマス・トゥヘルが、それだけの金額を使ってなおかつオシムヘンというタレントが欲しいというふうにゴーサインを出した場合、我々としてはもう全力で動いていくということになるでしょうということですね。あとですね、一部の報道によるとオシムヘンがセリエ A を離れる理由の一つとして言われているのが、イタリア今でも結構残ってるみたいなんですけれども、人種差別の問題なんですね。インテルに所属しているルカクもそうだし、まあ、今回お話ししているオシムヘンもそうですけれども、やっぱりスタンドからの、まあ、人種差別的な発言が、まあ、よく飛んでいるというところで、
まあ、この環境でプレーするよりも、そういったことがない、場所でプレーすることを選んだ方がいいんじゃないかっていうところで、周りからの声があったりとか、まあ、本人としてもそういった環境でナポリのサポーターの方々からはね非常に愛されてると思うし、そういったことを言われてることは間違いなくないとは思うんですけれども、まあ、対戦相手からするとね、まあ、あの得点を取られて、まあ、ゴールパフォーマンスされて、まあ、悔しいっていう気持ちもあるのかもしれないけれども、まあ、やってはいけないことなんで、間違いなくそれは人としてね、行うべき行動ではないので、まあ、私としてはね、まあ、人種差別断固反対ですけれども、まあ、オシム編からしてももちろんねそういった訴えは必ずしてると思うんですけれども、まあ、それでも変わらないっていうふうにもし環境的なもので思っていたのだとしたら、イタリアを離れるっていう選択肢を取るのかもしれない。ただナポリに対してはもう最大限の、まあ、恩を持ってお別れを告げると思うし、それだけでやっぱり金額を残して、まあ、対談することを選ぶと思うので、もちろんナポリのサポーターの方々からすればもう絶対出てほしくないと思うんですよ、まあ、間違いないですよね。百何十億円の金額を手にしたとしても、その金額を手に入れることよりもオシムヘンのような万能性を持ったセンターフォワードを獲得することの方が難しいし、そういったタレントを探すことの方が正直言って難しい。なのでナポリからするとできれば残ってほしい、もう最大限の力を使って残留を求めると思うんですけれども、まあ契約のところもね、まあ、近づいてきているし、なおかつまあ本人がどういった気持ちを持って次のステージに行きたいっていうふうに思ってるかによっては対談を当然考えていくことだと思うので、ただ間違いなくバイエルンのサポーターの方々の総意として、まあ、一つ言えるとすれば、オシムヘンが来たとしたらもう最大限の愛情を持って応援します。なのでナポリのサポーターの方々にもですね、まあ、オシムヘンがもしバイエルンに行くことになったとしたら、そのままね、まあ、バイエルンを見てくれたら我々としては非常に嬉しいし、バイエルンでどういった形で活躍してるのかっていうのもですね見ていただけたら非常に嬉しいので、よろしくお願いします。もちろんですね、まあ、バイエルンに限らずマンチェスターユナイテッドだったり、まあ、チェルシーだったりパリサンジェルマンだったり、まあ、そういったクラブに移籍する可能性もね現状まだまだありますんで、あくまで現時点では報道でそういった形で、メディアで取り上げられてるだけなので、まだまだ確定事項ではないんですけれどもね。だとしてもやっぱり大きなメディア、なおかつ信憑性の高いメディアからのねそういった形での報道が出たとなると、もう私からするとね話さないわけにはいかないし、なおかつ私の心のクラブの一つですから、話さないわけにはいかないということで、まあ、今回お話しさせていただくことにしました。あとはですね、まあ、オシムヘンの話から少し変わるんですけれども、まあ、バイエルンセンターフォワードもともと求めてるっていうところで、まあ、ケイン以外にもですね、ベンフィカのゴンサロ・ラモスとか、フランクフルトのコロムアニ、まあ、この辺りを狙ってるっていう報道もよく出てます。ただ僕の個人的な判断ですよ、個人的な意見ですよ、あくまで個人的な意見ですけれども、ゴンサロ・ラモスに関しては今現状ベンフィカロジャー・シュミットの下で非常に攻撃的なサッカーしてます。ただバイエルンとベンフィカのサッカーは当然違うし、より細かな仕事を求められる環境になった時に、レベルの高い環境になった時に万能性を持った仕事ができるのかって言われると、正直ゴンサロ・ラモスをたまに見させてもらってるとそこまでまだ完成されている感じには見受けられないし、まだまだ成長段階だと僕は思ってるんで、現状バイエルンの真ん中を任せるのはちょっとまだ難しいかなっていう評価を僕としては与えてます。そしてコロムアニに関しては間違いなくフィジカル能力は高いしスピードも速いし、なおかつ、まあ、ポストプレーもまあそつなくできるように、まあ、近年成長していると思うし、なおかつまあフィニッシュの能力も高いっていうところで、まあ、これから先それこそオシムヘンのように成長していく可能性はあります。ただ
まだまだ直線的な動きも多いし、まだまだその細かなポジショニングっていうところはそんなに事細かくやってるイメージは正直僕の中ではないので、まあ現状オシムヘンが今のバイエルンが求める、まあ、センターフォワードの像に近いのかな、より完成されたセンターフォワードとなれば彼になるんだろうなっていうところは正直思います。それこそコロムアニの獲得にどれだけの金額がもしかかるのかわからないけれども、100億近くの金額を出さなければならないっていう風になるんだったら、正直僕の意見としてはそれだったらその金額プラスちょっとリスクを負ってでもプラスで金額出してオシムヘンとかハリー・ケインを取りに行った方が、我々はやっぱりブンデスリーガだけではなくてチャンピオンズリーグとかカップ戦全てを取りに行くことを目指しているクラブなので、いろんな仕事をハイクオリティでできる選手をやっぱり求めたいので、僕ならケインかオシムヘンを間違いなく狙いに行くし、彼らが無理だったとしても別のタレントにチャレンジするのかってなったら、僕はそれだったらもうワンシーズンシュポに任せて、その翌年にもう一度全力でオファーをかける。僕はやっぱり金額っていうところはできるだけやっぱりコントロールして、こうお金を、まあ、無駄遣いって言ったらまあ失礼ですけれども、やっぱり必要な戦力と必要な能力っていうところにちゃんとその時にお金を使えるようにお金を僕は残しておくべきだと思ってるんで、まあ、バイエルンもそういったところは当然考えているとは思うんですけれども、まあ、できればね、まあ私の意見としてはオシムヘンかハリー・ケインを取りに行ってもらえたらなというふうに思います。はい、ではここからはですね、バイエルン・ミュンヘンにビクター・オシムヘンが加入した場合のお話をしていきたいなと思うんですけれども、現状トーマス・トゥヘル体制になりまして、この後ですねチャンピオンズリーグ行われます。なのでこのラジオが投稿されている頃にはもうチャンピオンズリーグのファーストレグ、シティのとのファーストレグ終わってることかなと思うんですけれども、ベースは多分 4-2-3-1 で戦っていくことになると思うんですよ。来シーズンもトーマス・トゥヘル体制のもと、まあ、もしかしたら3バックも使うのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、現状バイエルンは4バックスタートが一番、まあ、バイエルンらしいというかね、まあ、バイエルンの伝統が基本4バックですから、なのでトーマス・トゥヘルとしてもそこは崩さないんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、4-2-3-1 をベースに考えていくとなると、まあ、オシムヘンが使われるのは間違いなくワントップのポジションになるので、まあ、そこを、まあ、シュポとの併用になっていく。で左に関してはマネがいて、まあ、サネもいてニャブリも使えてコマンも使える。で右に関しても、まあ、マネもできないことないし、まあ、コマンもできるしニャブリもできてサネもできるっていう状態なので、まあ、この4枚をうまくまあ使い分けていくような形になるんだろうなと。まあ、シンプルに早いですよね、バイエルンの前線の選手たち。それこそオシムヘンも加入するとなると、まあ、カウンターでも相当な脅威を発揮できるし、まあ、僕個人的にはあのマネってもうコンディション整ったらもう世界でもトップクラスのワイドの選手だと僕思ってるんですね。なので組織的なものがしっかりとまた来シーズントゥヘルの下でもう少しね構築度も上がってきて、なおかつ中の駆け引きのところでオシムヘンが中で駆け引きしてきて、ワイドからダイアナゴルにマネが入ってきてとかいう風になってくると、相手からすると相当怖いと思うんですよね。なので、まあ、もちろんそれはニャブリにも担えるし、ニャブリもオフザボールすごくレベル高いからね、まあ、今シーズンやっぱりコンディションちょっと悪いけれども、来シーズンはしっかりと仕上げてもらって、でコマンっていうタレントを使えば、ね、幅を取ったところからの突破力もね魅力的な選手だし、でサネに関しては内側に入ったところでの仕事っていうことで、まあ、一人一人非常に個性も違うしね、使い分けもできるんで、まあ、すごく楽しみですよね。なので彼らとオシムヘンがどう、ね、コンビネーションしていくのかっていうのも見てみたいし、まあ、シュポとのねツートップみたいなものも面白いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ただやっぱり
間で受けるのがうまい、ムシアラとか、ミラーがトップ下に多分起用されていくじゃないですか。ゴレツカもね、今すごく馬なってて、もうこの人本当どんどん馬なっていくなって感じなんですけど、やっぱり奥行きを作ってくれるんで、オシム編は必ず。シュポはその辺ちょっと苦手なんですけど、どうしてもこう受けに来る姿勢が多いんですけど、それが逆にね、いい方向に左右する時もあるんですけど、オシム編は奥行きも作れて、ポストもうまいタイプなので、奥行きを作ってくれる分相手の最終ラインを押し下げるんで、その分その空いてるそのポジションのところに、ミュラーだったりとかムシアラとかがボールを受けに来て、そこに対して、デリフトだったりキミヒだったり、ゴレツカだったりそのあたりからの、パスが供給されるっていうことを考えると、一人一人の個性の組み合わせも非常に相性がいいと思うし、戦い方によってはワイドのキャラクターを変えていく中でまた戦い方は全然変えることもできるし、組織的なフットボールがまたそこに組み合わさっていくとなれば、もう本当にハイレベルなチームがより一層バイエルンは構築できると思うので、最高の、タレントじゃないかなと。ケインが来てもね、そういったことはできるとは思うし、ケインに関しては近年ね、受けに来る動きは非常に多いですけど、奥行きはあんま作ってるイメージはないけれども、でもね、彼が来ればそれはそれでバイエルンまた違うサッカーもできるわけですけど、でもオシム編が来るとなればね、非常に素晴らしい補強になるんじゃないかなというふうには思います。はい、ということで以上でございます。今回ね、こういった形で報道が出まして、私も本当にね、びっくりしたんですけれども、バイエルンのサポーターの方々もですね、やっぱり近年の報道を見ていると、近年というか直近の報道かな、ケインがメインに扱われてたりとか、時折ブラホビッチの名前見かけれたりとか、コロムアニなのか、それこそマーカス・トゥラムの名前が上がったりとかね、ゴンサロ・ラマス上がったりとか、ハバーツの名前上がったりとかで、結構こうね、もう結局誰が欲しいんだいみたいなね、状況になってて、もちろんオシム編の名前もね、時折見かけることはありましたけれども、でもそこまで具体的な話ってあんまりオシム編なかったじゃないですか、今まで。でもこういった形で急に上がってきて、私も含めて、多くのバイエルンミュンヘンのサポーターの方々が多分驚いた報道だと思うんで、これから先ね、どういった形で、契約が進んでいって、話し合いが進んでいって、契約がまとまるのか、はたまた契約がまとまらずに別のクラブに持っていかれてしまうのか、本当にこの先ね、まだまだ確定事項ではないので、わからないことも多いですけれども、全力でね、バイエルンのことは私は応援してますんで、バイエルンの報道に関してはいろいろ触れていくことも多いかと思いますけれども、ぜひね、また別の企画の方でも、聞きに来ていただけたらなと思います。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、Twitter、Instagram やってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。